皆さんこんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回は初めてのドラムということで、ドラムに興味があるけれどもまだ触ったことがないとか、なんかこれから始めようかなと思ってるとか、まあ、そういった未経験者の方、もしくは昨日始めたばっかりとか先週始めたばっかりみたいな感じの本当にもうね超初心者のドラマーさん、そういった方に向けて超初心者のためのドラムレッスン動画というのを作ってみようかなと思います。超初心者のためのドラムレッスン動画でございます。全部で6本の動画に分かれて、結構全部見ようとするとまあ長尺です。先に言っておきますと結構長いです。しかも結構大変です。6本の動画全部見てそんな1日2日ですぐできるかって言ったら全然できないと思います。1週間2週間ないしは3週間人によっては1ヶ月とかかかっちゃうかも分かんないです。でまあそのね、ずっとこう練習をしていく中で、なんていうんですかね、そのやっぱりこう面倒くさくなったりとかつまんなくなったりとか、なんかこう腹立ってきたりとかすると思うんですよ。けれどもその皆さんが頑張って練習を積んで、できないをできるにどん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 仕立てて、でその僕が用意した最終的に用意している課題曲があるんですけれども、その課題曲を、皆さんがそのドラムを叩いて合わせて演奏した時に、あ、ドラムちょっと面白いぞ、なんか音楽って面白いなって、なんかこう音楽聴くのもいいけども、なんか演奏するのもなんかこれめちゃ面白くねって、思ってもらえるように動画を作っていこうかなと思いますので、ちょっとね頑張ってついてきていただけるとすごく嬉しいです。ちょっと僕を信じてください。私滝沢と申しますが、ちょっと滝沢を、信じてくださいませ。途中でこう、あーなんか、あー練習うまくいかねえわ、なんか腹立つみたいななったりするかもしれないんですけども、まあそういう時はね、まあちょっと頑張ってやるかも、滝沢がなんかまた自分を信じろって言ってたから、まあちょっと信じてやろうっつって、そんな感じで乗り越えていただけると嬉しいです。本当に最終的な課題曲を演奏した時に皆さんがね、音楽って面白いなって、少しでも思ってもらえるように動画を作っていこうかなと思いますので、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。頑張ります。皆さんも頑張ってくださいませ。はい。で先ほども言いましたように、動画を6本に分けようかなと思っています。動画を6本に分けます。この1本目の動画、今ご覧いただいている1本目の動画は、それぞれの動画の紹介とドラムの各部の名称、なんかこうスネアとかバスドラとかなんですけど、各部の名称とスティックの持ち方、そしてドラムの練習の仕方についてお話をさせていただきます。各部の名称とスティックの持ち方、そして、練習の仕方という感じでございます。意外かもしれないんですけれども、ドラムってどこでも練習できるんですよ。ドラムセットなくても練習できるんです。その練習方法とは何なのか、その話をさせていただきます。もし興味がねえぜと、興味がないぜ、そんな話は別に聞かなくてもいいぜという方は普通に2本目の動画に進んでいただいて構いません。その辺はご自由にどうぞ。2本目の動画はドラムのセッティングについてお話をさせていただきます。皆さんがリハーサルスタジオにトロッと電話をして、予約をして、でそのスタジオの中に入ってドラムセットにこう、ね、ボンと座った時にやっぱ思うのが、何すればいいんだろうってことだと思うんですよ。でその何すればいいんだろうのアンサーとしては、まずドラムのセッティングになるんですけれども、セッティングしろっつってもなんかこう何をって話になるじゃないですか。なのでとりあえず、ドラムに座る前にやっておくべき、ドラムのセッティングについてお話をさせていただこうかなと思います。3本目の動画はいよいよドラムを叩き始めます。いよいよドラムを叩き始めます。8ビートというとても基本的なリズムがあるんですけれども、その8ビートを皆さんに練習していただこうかなと思います。でその8ビートを応用を聞かせて、まあ大体4種類ぐらいですかね、4種類かな、まあ、そのぐらいの、パターンを、習得していただこうかなと思います。4種類の8ビートを練習します。で4本目の動画、こちらはフィルイン、フィルとかおかずとかって言い方をするんですけれども、フィルインを練習します。まあ、今はねそのフィルって言われても何のこっちゃって感じだと思うんですけれども、まあなんかドラムの見せ場みたいなもんです。基本リズムを叩いてて、でちょっとこうね見せ場みたいなのを出すんですけれども、そこの見せ場で、まあ、どんだけセンスの良いかっこいいフレーズを叩くかっていうのが、まあそのドラマーの醍醐味というか見せ場の一つなんですけれども、そんなフィルインをいくつか練習してみようかなと思います。おかずとか言ったりとかします。フィルとも言いますし、フィルイン、そんな練習をします。そして5本目の動画、こちらはちょっと応用っぽい感じになるんですけれども、ドラムのどの部分を叩いたらどんな音がするとか、あともしくはそのこの楽器を使うとこんな音がするとか、こういうニュアンスを出したいときはここを使うとか、だからそういった話をさせていただこうかなと思います。意外ってわけでもないかな。なんか結構そのドラムって音色の使い分けができるんですよ。でその表現の幅っていうのがやっぱりそのすごい広いので、そういうのを知っていただいて、皆さんにあドラムって奥が深いんだなと。
ドラムってこういう表現力もあるんだ、面白いなって、ちょっと気づいていただければなと思って、まあ、そんなことを、画策しております。そしてその次、6本目の動画はまとめ動画でございます。先ほども言いましたとおり、私が、課題曲を用意してございます。Easy で行こうという8ビートがメインになっているシンプルな曲なんですけれども、この曲の練習の仕方、叩き方とか、そんな話をさせていただこうかなと思います。Easy で行こうを練習するために、こんなことに気をつけてねとか、ここはこんな感じで叩いてね、うまくできなかったらこんなアレンジをしてねと、そんな話をさせていただこうかなと思います。以上が、今回の6本のパッケージという感じです。全部見るのに、まあ、そこそこ時間かかると思いますし、それぞれ課題が出てくるので、その課題をクリアするのも結構時間かかるかと思いますけれども、そこを、ね、そのパッションで乗り越えてください。よろしくお願いします。パッションで、もうやってるぜっつって、パッションで乗り越えていただけると嬉しいなという感じです。はい、ではでは本編、もうすでに喋りの時点で結構長いと思うんですけれども、本編に参りましょう。いくぜ、本編 !1 位、ドラムセットの名前は、まず、足元からいきましょうか。足元。足元。こちら。この大きい太鼓がバスドラム。バスドラムってやつですね。バスドラとかベードラとか言ったりとかします。バスドラは、直接叩いたりするわけじゃなくて、このフットペダルという装置を使って叩いていきます。このフットペダルを踏むと、ビーターっていうこのパーツが向こう側にシュッといって、バスドラムをニョン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 と叩いてくれます。これで、まあ、そのいわゆる大太鼓的なサウンドを出すわけですね。大太鼓です、これは。で、私の目の前にございますのは、こちらはスネアドラムというやつです。スネアドラム。わかりやすく小太鼓です。わかりやすく言うと小太鼓です。で、私の左側にございますのは、こちらはハイハットというやつですね。ハイハット。バスドラムとスネアドラムとハイハット。バスドラ、スネア、ハイハット。まあ、そんな感じです。ハイハットの大きな特徴としては、2枚のシンバルが重なっているということです。2枚のシンバルが重なっています。こんな感じでトップとボトムに分かれておりまして、この2枚のシンバルを閉じたり開いたりすることで音色のコントロールをしていきます。ドラムセットの中でこの、ハイハットが一番なんか音色豊かというか、表現力豊かです。この空き加減で結構いろんな音色を出せるんですよ。ほい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 。で、その空き加減をどう操作するのかというと、この左足の見えるかな。ここにそのペダルがあるんですけども、こちらのペダルでございます。フットペダル。見えねえ、かもしれねえ。まあ、俺が見えねえ。まあ、ペダルがあるんですよ。で、これでこのハイハットを開けたり閉めたりしていきます。で、こちらにございますのはタムタムという楽器です。タムタムというドラム。今、タムが1個しかないから、特にロータムとかハイタムとかって言い方はしませんけれども、大体のスタジオさんはタムが2個ついていると思います。タムが2個ついてます。これがロータムですね。ちょっと大きいやつ。ロータムがこちらについています。ハイタム、ロータム、タムタムという楽器でございますね。私はこのハイタムしか使わないので、ロータムはいつも外してしまうんですけども、まあ、こんなのがあったりとかします。で、僕のこっち側にありますのが、これがクラッシュシンバルです。で、こっちもクラッシュシンバル。見分け方としては、見ると書いてあります。クラッシュって書いてあります。ちゃんと。クラッシュ、ロック、ロック、クラッシュ。もしくはその、ちょっとこうちっちゃくてね、なんかこう、なんて言うんでしょう、なんか上の方にあるシンバルが、まあ、クラッシュシンバルです。アクセントをつけるときに使うシンバルです。アクセントをつけるときに使うシンバル。それに対して、こちらにございます、こちらのちょっと大きめのシンバル。これはライドシンバルというやつでございまして、これも名前が書いてあります。ミディアムライドって書いてありますね。このクラッシュはアクセントをつけるシンバルなのに対して、ライドシンバルに関しては基本リズムを、なんかこう、刻むようなシンバルになります。で、ここにありますのが、これはフロアタムってやつですね。フロアタム。まあ、地面に乗っかってるからフロアって言い方するんですけども、まあ、普通にフロアです。フロア。よいしょ、よいしょ。以上が、まあ、ドラムセットの楽器でございます。まあ、それぞれが、ね、その太鼓になっているわけなんですけども、その太鼓の集合体ということでドラムセットっていう言い方をしているんですけども、まあ、このドラムがありますよということです。ちょっといろいろ名前を説明させていただいたので、ちょっくら叩いてみましょうか。どんな音がするのか。ちょっくら聞いてみてくださいませ。足元が見えないですけども。いや、ピクチャーインピクチャーしますか。ちょっと待ってください。カメラを用意します。それではカメラも設置しましたので、ちょっとピクチャーインピクチャーをして、足元もお見せしながら、それぞれのドラムセットがどんな音がするのか、
そんなの様子をちょっと楽しんでいただければなという感じでございます。順番にいってみましょう。まずバスドラムから。なんとなくイメージがつかめましたでしょうか。その基本的に基本ビートを使う、基本ビートを作るときに使う楽器とか、まあそのね、いろいろこの遊ぶときに使う楽器とか、まあ、いろいろあるわけでございますよ。まあ、この辺はね、おいおい使っていきますので、説明させていただきますので、後で楽しみにしておいてくださいませ。それでは次は1本目の動画のテーマ、スティックの持ち方ですね。スティックの持ち方。こちらをちょっと紹介させていただこうかなと思います。いろんなやり方があるんですけれども、ちょっと僕がやっているやり方をまず紹介させていただきます。スティックを持って、大体3分の1ぐらいですかね。ここら辺のところを人差し指と親指で、ホールドします。持ちます。そうするとこう、ね、スティックがちょっとこうブラブラする状態になると思うんですけれども、ここの3本の指でこのスティックを握ったり離したりすることで、スティックを振っていくという感じですね。こんな感じです。テコの原理ってわけじゃないですけれども、そのちっちゃい動きで大きくスティックを動かしていくと、そんな感じです。右手に関しても一緒。この人差し指と親指がホールドして、こっちの3本の指で握って振っていくと、スティックを持ってこの振り方の練習をするときは、枕とか毛布とか布団とかなんか跳ね返らないものを相手にできるといいなって感じですね。もしくはその膝とかでもいいです。自分の膝。こういうものを使ってパタ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 とスティックを振る練習をしてみてくださいませ。一番やっちゃいけないのが、めっちゃ力入れるやり方です。めっちゃ力入れるやり方。極端に悪くやると、スティックをグッとグーの形で握っちゃって、腕から振るやり方です。これが一番よろしくない。音色もよろしくないですし、速くすることもできないですし、何よりも疲れるですよ。そうじゃなくて、もういかに楽に、いかに楽して叩くかというのがすごい大事なポイントになってきます。すごいこう力を入れてこう、ね、力任せにわーって、パワフルに叩くんじゃなくて、パワフルといっても力を入れるわけじゃなくて、力を抜いて効率的に叩くパワフルという感じですかね。まあ、いろんなやり方があるんですけど、まあ、そんな感じでございます。とにかく力を抜いて楽に叩くようにしてみてくださいませ。で、僕が今紹介させていただいたこの2本指で持って、この残りの3本でこう握るやり方は、いわゆるそのなんか日本的なグリップと言われております。まあ、本当にいろんなやり方があるので、これでやっている人もいますし、あと他の場所でグリップしている人もいます。あと、その支点を作らずに、本当にもうふわ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 持ってしまう人もいますし、これは本当に人によりけりです。人によってはこの日本式グリップダメだっていう方もいらっしゃるんですけれども、とりあえず僕は今でもこれでやっているので、紹介させていただいた次第でございます。皆さんもこう練習する中でね、ちょっといろんな情報を手に入れたりとか、いろんな本を読んで、いろんなグリップを試したりとかすると思うんですけれども、こういうレギュラーグリップとかもありますしね、こんな感じでそのマーチングバンドとかやるような、まあ、こういうのを真似したりとか、勉強したりとかして、自分のスティックの持ち方を、確立していただけると嬉しいなという感じでございます。あとは練習で乗り越える壁です。やっていけば何となく身につきます。で最後に、練習の仕方についてお話をさせていただこうかなと思います。練習の仕方。さっきもちょろっと言いましたけれども、
ギターはギターがないと練習できないし、ベースはベースがないと練習できないんですよ。同じようにピアノはピアノがないと練習できないです。けれどもドラムに関しては、椅子があればどこでも練習できます。椅子があればどこでも練習できます。なんかどっかに座れればいいんです。座れればどこでも練習できます。それなんでかっていうと、イメトレなんですよ。イメージトレーニング。イメージトレーニング。本当にっつって。イメトレで上手くなるのって思うかもしれませんけど、上手くなります。むしろイメトレの方が大事な場面がすごい多いですね。特に最初の1年2年とか、その基礎を体に覚え込ませる時期に関しては、まあ、イメトレがほぼほぼ、8割ぐらいだと思っていただいて、ほぼ差し支えないと思います。もちろんそのスティックワークとかね、そういう基礎練習も大事だったりとかするんですけれども、まず最初に大事なのはイメトレです。イメトレしなければまず上手くならないと思っていただいて、まず間違いないです。まあ、人によってはね、もうちょっと違う言い方をするかもしれませんけども、僕はもう最初の段階はイメトレが6割、7割と思っております。で、やり方はすごい簡単です。もうね、つま先を上げてパタパタすればいいです。パタパタ。で、右手と左手を使って、この膝を叩いてパタパタと練習していきます。例えばさっき叩いたようなリズムだと、こんな感じになるわけですよ。ちょっとそれっぽくないですか？どうですか？パタパタしてるだけでもそれっぽく聞こえると思うんですけれども、本当にこんな感じです。で、そのスティックに慣れることとかも大事なんですけれども、ドラムっていうのはこの両手両足の組み合わせ、これがまあね、それ要というか重要なファクターなので、イメトレの中でどこが重なっているのか、どこが重なっているのか、どういう順番で叩いているのか、こういったものをしっかりとこの意識できるようにすることがとっても大事でございます。なので、まあ、8ビートとか練習するときは、椅子に座って、両手両足の肩を出させて、練習していただければという感じです。なので、まあ、どこでもできますよね。駅のホームでもできますし、会議中でもできますし、授業中でもできますし、待合室で何か待ってる時でもできますし、普通に家でもできますし、勉強中もできますし、テスト中もできますし、椅子に座っていればいつでも、ドラムの練習ができるということでございます。よかったら覚えておいてくださいませ。イメトレの具体的なやり方は、後々またお話しさせていただきますので、そこら辺はそちらを参考にしていただければという感じです。それではまた1本目の動画がいきなり長くなったと思うんですけども、以上でございます。2本目の動画は、ドラムのセッティングについてお話をさせていただこうかなと思います。なので、まだスタジオに行ってないとか、スタジオ予約してないとか、とりあえずまあイメトレの話を聞きたいという方は、2本目の動画を飛ばしていただいて、3本目に進んでいただいても全然 OK。です。とりあえずまあ次の動画は2本目、セッティングについてお話をさせていただきますので、よかったら参考にしていただけますと幸いでございます。はい、それでは1本目の動画は以上でございます。お疲れ様でございました。また違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。